どうも正解数少ない100億人のカラファンの皆さん、おはようございます。はい、今僕は玄関の前で撮ってます。はい、今日から12月か、あ、12月ですね。12月1日です。はい、でね、まあ、今日はね、先月の振り返りとか、あとは今月どうしていくかっていうことを考える感じですね。で、編集も結構溜まってるので、もう早めに、決着をつけたいなと思ってます。はい、で夜はまた西村さんと合流してちょっと打ち合わせしてきてもらって、まあ、今後どうしていくか、うん、拠点、まあ、ホテル多分取ると思いますけど、ホテルどこ取ってっていうのを話し合っていきたいなと思ってます。はい、あ、ホールチェックはね、うん、結構昨日使えそうなお店が5店舗ぐらい見つかって、昨日お会いした方に情報もらえたりもしたので、はい、うん、もうまあそんなに積極的にしていかなくてもいいかなとは思ってます。はい、そんな感じで今日も頑張ります。行ってきます。どうも、12月初っ端、今日の報告です。はい、今日もね、18時に集まってこの某豪華なホテルに今いるわけですけど、ホテルのロビーにね、うん、はい、うん、まあ、本当はね3時間打ち合わせみっちりやっていこうっていう感じだったんですけど、うん、まあ、お互いがちょっと打ちたくて打ちたくて仕方がねえということで、はい、病気出ちゃったね。病気出ちゃったね手がこうなってるからなので、ちょっとごめんなさいね、ちょっとお腹いっぱいそう、さっきね、中本食ってきたんですよね。中本帰りです。はい、朝は僕弥生県でもご飯食べ放題なんでね、めちゃくちゃ食って昼はあの和光でめちゃくちゃご飯3杯食わしたかなで、この後の中本お腹いっぱいですけど、いっぱい食ったな。うちに来ました。はい、横浜のね状況も知りたかったので、うん、家に行ったんですけど、まあ、結果としては今のあれですよ。しか思ったのは、2018年モデルってやつです。319の。とシンフォギアの199ですね。はい、打ちましてマイナス3285円でしたね。はい、マイナスです。はい、1時間半打ちましたね。2人で合計3時間ぐらいか。うん、うん、ね、2人でシンフォギアね、2人で合わせて初当たり3回取れてね、うんうん、意外とやれてたんですけど、うん、僕は全然続かなかったっていう、うん、そんな結果でしたね。今日の店がね 4.35 円貸したまで、うん、3.57 円効果なんで、ね、ちょっと計算がややこい、ややこい、はい、あれ何よ、やっぱ500円ポチって押したら、はい、まあ、500円分出てくるから、そう、110何玉とか、そう、115とかですかね。めんどくさ、計算極めてます僕、そういう店は。まあでも10玉マイナスだけだからね。うん、うん、はい、あとでまあまあまあ、うまいこと計算できますけど、うん、はい、っていう感じ。手応え的にどうですか今日行った店。なんか俺の個人的な意見としては、はい、なんか半々な感じ。うん、うん、あのね、今日その打ってたお店は、うん、あのへそはめちゃくちゃ開いてるんですよ、ね、そうですね、そう、こんな開けんのみたいな、うん、早く打ちてみたいな感じでね、昨日打っててさ、うん、で、まあ、あれだよと思ってたら、うん、あの鎧の部分がね、うん、多分結構調整入ってて、あの風車の左に流れる、そうですね、うん、あれみたいな、うん、でもまあ僕の打つ台は体感で言えば多分21とかそんぐらい、どっちですか、うん、あ、僕の代エヴァ？シンフォギア、あ、シンフォギア、あ、シンフォギアね、うん、はい、エヴァちょっと分かんない、短すぎて、今一応20回回ってたけど、115玉500円でね、はいはいはい、じゃあもうちょっとあるってことですね、21点で使うとか、うん、うん、うん、そう、だからなんか微妙なところ、うん、なイメージがあります。そうですね、まあ現金でずっと使ってはちょっと打ちたくないなって感じですかね、うん、やっぱり交換率にギャップが 0.8 円ぐらいあるので、うん、はい、まあ、ちょっと玉が2500玉まで無料かな、確かだったかな、はい、うん、ちょっと玉駆使してだったら打っていいけど、うん、うん、どうなんだろうなって感じですね。調整的にもそうだし、うん、そんなに設置台数が多いわけじゃないので、右打ちランプも狙えるわけじゃないので、うん、期待値を追求した角になっちゃうとちょっとどうなのかなと、昨日に比べれば三角が強くなったなっていう感じですかね、うん、僕は、うん、だね、なんかね、積極的に行きたいって感じじゃなくなっちゃったね、うん、
どうしましょう、ここのエリア結構いけるぞと、昨日また早とちりして、先ほどエアビオネン14連泊でしたっけ、14連泊ですね、14連泊取っちゃいましたけど、もう逃げれなく、逃げれなくなっちゃいましたけど、なっちゃったやべえぞ、やべえやべえ、うん、やべえけど、まあまだね、何店舗かあるっしょ、まだ、まあね、うん、特定日もまだね、うん、あるし、そうですね、まあ10日、あとは10日の店とかになっちゃうんだけどな、10日行きたくねえんだよな、まあ、うん、そうか、まあそうだな、うん、メリット生かせないもんな、2人でいるメリットも生かせないもんね、そう、2人でメリット生かせないです、うん、はい、きっちりね、ちょっとね、はい、そんな感じですかね、だね、以上でいいですか、以上、あと明日、ん、明日、明日の予定、明日の予定、明日の予定はと、そうですね、なんだっけ、なんだっけ、はい、明日はあれですよ、うん、あのな、何を覚えてます、覚えてます、しっかり覚えてますよ、大丈夫ですよ、はい、あ、そう、某有名 YouTuber の方とね、はい、あのコラボさせていただくことになったんですよ、はい、はい、我々がね、僕がかなりそうリスペクトしてまして、うん、僕と同時期に YouTube、パチンコ YouTube を始めたのに、うん、マスチャンネル登録者数が向こうは多分1万弱ぐらい言ってるんでね、うん、すごい、うん、すごいすごいなと思って、うんうん、そうなんですよ、しかも女性のことですからね、女性でね、パチンコの専業だったりしますんで、うん、専業じゃない、専業ではないんですけど、まあ、そうそう、実力はもう完璧、もうピカイチな感じなので、うんうん、はい、すごい、すんげえ楽しみ、非常に楽しみにしております。うん、超楽しみ、はい、うん。もう多分あれだからね、あの、もう僕何回も言ってるから分かると思いますけど、うん、もうカラコは今もう彼女を作るという目標を達成したくてしょうがないんで、本当にね、あの、注意してください。いやいやいや、うん、本当に。いやいや、やめてくださいよ。経験されますから、うん。そういう目的じゃないですからね。もう昨日の段階でもうそんな目で見てると思ってると俺は思ってるから。いや、勘違い、勘違いの腹肌ですね、いやいやいや、はい、安心してください、あ、 そうですか、そういう目的で会うのは明日はないので、うん、はい、安心してぜひ来ていただければと思います、怪しいね、カルちゃん、うん、楽しみにしててねクソ楽しみにしてんじゃん、めちゃくちゃくどっけ満々じゃん、明日抱きしめてあげるからねカルちゃん、あのね、ちゃんとバット持ってきた方がいいですねバットかサイレンスプレー持ってきてくださいすごい決定できるようにしてください、うん、こういう絡みいいのかな、こういう絡みを多分しちゃいけない人だと思うんですよね、そんなことないんじゃない僕もさっきメッセージ送るときになんかいろんな質問を送ってもらったら答えますよって言ったので、はい、うん、最後にちなみにですけどデート行くとしたらどこがいいですかって言ったときすぐスルーされましたからねもうこのポケいるのって西野さんに聞いたら、いや、これ入れた方がいいって言うね、俺のせいのすんの、まあ、僕がね、ちょっと書きたいなと思って書いてますけど、うん、はい、まあまあ、明日またね、はい、聞いてみましょう、うん、それはね、はい、はい、そんな感じです、はい、そんな感じです、はいはい、じゃあまた明日、はい、バイバイ、チャンネル登録してね。